西徳寺は京都市北区紫野にある臨済宗大徳寺派の大本山で、本尊は釈迦如来、会期は大東国寺で、正中2年1325年に会期されました。当初は紫草の茂る野原に建てられた松庵でしたが、直願寺として次第に発展します。しかし応仁の乱で消失し、その後一宮和尚や千利休、また豪商の協力で復興されました。大徳寺の伽藍は直視門、三門、仏殿、法堂が一直線に並び、これらの伽藍を中心に北、南、西に20箇所以上の塔頭寺院が並びます。直視門は後水の天皇より御所の門を拝領され、移築されたものです。前後は唐破風、左右は切り妻で、屋根は檜皮葺きの四脚門となっています。三門は応仁の乱で消失後、レンガ師総長の寄進で下の層が竣工、千利休が上の層を天正17年1589年に完成させ、金毛閣と名付けられました。そして寺が三門上層に利休の木像を安置、これが門を通る者は利休の足元をくぐることになり、秀吉の怒りを買って利休が切腹の一因となったとされています。仏殿は寛文5年、京の豪商名和上祐の寄進で建てられました。内部には本尊の釈迦如来を祀り、また天井には加納元信の筆による飛天の絵が描かれていますが、だいぶ退化しています。仏殿前の伊吹の大木は秀吉の手植えで樹齢400年になると言われています。国宝大徳寺本坊の特別公開があり、宝城や宝城前には、そして唐門、宝堂と天井流などを拝観しました。宝城は大東国寺の当初雲門庵が中心としてあり、寛永12年1635年、京都の豪商後藤増勝の寄進で再建されました。内部には加納探幽の筆による襖絵があります。宝城前庭は天佑和尚、東庭は小堀遠州の作庭で、特別名勝庭園となっています。宝城前の唐門は
京都聚楽大の遺構を譲り受け、ここに移築されたもので、彫刻や金具の豪華さは見事で、日光の東照宮の日暮門の模型となっています。報道も応仁の乱で消失し、一休和尚により再建されましたが、現在の建物は寛永3年小田原城主稲葉正勝正則節が建立しました。天井は加納探幽25歳の時の泣き竜があります。大徳寺は多くの瞑想を生み、境内には伽藍を中心に20を超える塔柱が並び、建物や庭園、障壁画、茶道具などを残し、日本文化に大きく影響を与え続けているのです。